ポリネシアントライアングル5番がタヒチの位置。1番はハワイ、2番はニュージーランド、3番はイースター島、4番はサモア。タヒチ島は南太平洋フランス領ポリネシアに属するソシエテ諸島にある島。首都はパペーテ。面積1048平方キロメートル、人口約17万人。南太平洋有数のリゾート地として知られる。 冒険家、ヘイエルダールの逸話や、画家ゴーギャンが晩年移り住んだ島としても有名。かつて、オタハイト島とも呼ばれた。標準時アトックマイナス10。タヒチ島及び、モーレア島の地図火山性の山がちな島で、最高峰は、標高2241メートルにも及ぶオロヘナ。山。島の周囲を3号礁が取り巻き、火山性特有の黒い砂浜が多いのが特徴である。 タヒチ島は大小の二つの島が地境でつながって、氷炭のような形をしている島である。大きい方がタヒチヌイ、小さい方がタヒチイティと呼ばれている。隣のモーレア島までは1 8トルで高速線で30分、飛行機で7分。道路は右側通行である。ファーア国際空港がある。タヒチ島民に対して、 漢方を発射するイギリス海軍の軍艦ルュープティトゥアール、率いるフランス太平洋艦隊政治は、フランス政府と領土政府が行っている。フランス政府は、国土の防衛、移民、司法、高等教育、メディア、造兵を分担し、高等弁務官が現地代表を務める。地方行政、初等、中等教育、税金、外科交換、 物価等の分野を領土政府が分担している。フランスは自国の領土に編入して以降、島を近代的なリゾート地として売り出し、観光地として世界に名だたる場所へと変えていった。フランス政府は核実験を島民に納得させるために様々なメリットを力説した。観光業による収入の増加と核実験絡みによる経済援助や仕事を供給し、 島民の台所を潤わせることである。しかし、同時にその代償として、各実験によって美しい産後干渉を破壊し、島民のプライドを奪っていったと言える。一例として、公の場や子供が通う学校などでもフランス語だけを使用するよう強制したことが挙げられる。自治権の拡大や独立を求める運動は起こるべく、して起こった。第二次世界大戦後、 タヒチ人政治家であるプーバナー・オーパの独立運動は有名。1949年、タヒチ人民民主連合が社会法の導入、ポリネシア人政治家の人形、タヒチ号教育などを要求した。ポーバナが無本を理由に逮捕され、RDPT は解散してしまった。1991年、首都パペーテでデモ隊と憲兵隊の衝突が起こる。 1995年9月、核実験に反発した仏領ポリネシアの住民たちは、数万人に達するという大規模なデモ隊を組織。タヒチ島の国際飛行場や首都パペーテにある警察本部を襲い、投石や放火といった、これまでにない激しい暴動を行った。2004年6月、フランス領土となって、以来初めて先住民族として、 行政長官に就任したオスカー・アテマルは、フランスからの独立を主張し、観光業を軸に、フランス依存の経済体制から脱却することを提唱した。2006年6月26日、第2回フランス・オセアニア首脳会議の際、フランスのシラク大統領は、大多数の多七島民が独立を望むと思わないと、語った。比較とフランスからの独立を目指す活動をしている。 非政府組織として、テティラヒガビディエルが代表の、ヒキタウ・アンギヒロの創設したグループ、テマナテ・ヌナーガール。首都、パペーテ、その近郊のファーア、プナウやピレー地区に、行政機関、商業施設、学校、病院、飛行場、港などが集中している。他の島々から仕事や学業のために、人々が集まってきている。自家用車の数は、 年々増えて、通勤通学時には交通渋滞が起こる。職種や求人も多く、共稼ぎが多く、女性の社会進出も目覚ましい。指定の教育には、大学進学や、フランスやオーストラリアへの留学も増えている。ほとんどが、ポリネシア系。白人や、家人の住民も、少数いる。普通量ポリネシアのうち、住民の75%が、 タヒチ島で生活している。白人はタヒチ語でポッパーと呼ばれ人口の12%で、その98%がフランス人である。その多くは教育、病院、軍事、政府関係者で数年間の任期で派遣されてきた人たちである。家境は人口の5%である。フランス領ポリネシアの公用語、フランス語とタヒチ語が話される。 片山一同、体が語る人間の歴史人類学の冒険、ちくま、処防、2016年、177ページ。ISBN 978から4から480689719。桑原紀子、田ヒ十一真魔王妃、タヒ綾別名を監修、前川啓治、くん、棚橋編集、講座世界の先住民族。 ファーストピープルズの現在から霊宮オセアニアアカシ、書店2005年211ページ、桑原牧子、楽園の喧騒、吉岡正則、石森山と編著、南太平洋を知るための58章、メラネシアポリネシアアカシ処防2010年214ページ。ありがとうございます。